願いします。今週も始まりました。それって君の進みたい道、はい、みんなで作る本音ラジオ。こんなこと言っていいんだよ。略して本音ラジオ。この番組は子供たちがのびのび、そしてしっかりと育っていくためにみんなで作る成長発展番組さ。参加のということで随時メッセージ、リクエスト、参加希望などを受け付けています。遠くてもね、遠くてもメールアドレスは本音ラジオ、なんか好きな曲、@gmail.com、 Facebook、Twitter は漢字で本音、あ、いいね、だからね、ラジオ、ケミストリーとか、本音ラジオ、エビエイトルシングとかしてください。また、FM ディノワンでは、ツイキャス、ユーストリームで映像と音声をリアルタイムでお送りしています。ケミストリーで。FM ディノワンのホームページから見ることは、そちらも合わせてお楽しみください。最初ら辺の歌がいい、うん、最初ら辺の歌で女子会で今日、あ、じゃあいいね、女子会、今日のテーマ女子会でしょ、女子会にする、今日は女子会でしょ、ね、大丈夫か、これともなんかもうちょっと入ってきてくださいね、うん、3人でさっこさんとゆうきさんでいいですね、あ、なんかゆうきさんで、それが楽だよ、絶対、うん、楽、文化で、あ、文化、あ、何も考えないで喋る、ね、ちょっと話せた、よし、女子会で楽しんでいきまーす。おお、じゃあいきますね。はい、たーい。11月4日、本音ラジオ、始まりました。本日、パーソナリティを務めさせていただきます。沖縄と世界を結ぶエンターテイナー、さっちゃんです。よろしくお願いします。久しぶりでーす。はい、そして。はい、シンガーソングライターのゆうきです。もう一回いいですか。あ、はい、シンガーソングライターのゆうきです。ゆうきさん、メッセージありがとうございます。そしてですね、ミキサーを務めていきます。はい、いきます。はい、サッコです。よろしくお願いします。サッコさん、よろしくお願いします。こんばんは。今日、なんと女子3人で、ね、はい、いっぱいですね、あの、キラキラ笑ってですね、本音ラジオを放送させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。でですね、女子会なんですけど、はい、はい、BGM も、女子の味方といえば沖縄出身の、そうなんですよ、アムロちゃんということで、はい、はい、テーマに合った感じで、はい、最後までよろしくお願いします。はい、なんですけど、はい、お元気でしたか。本当、いやいや、こっちのセリフ何週間ぶりですか。1ヶ月ぶりぐらいかもしれないね、本当に何週間が、うん、すいませんね、リスナーの皆さん、自分ね、胃腸炎にかかってしまって、あら、はい、ちょっと仕事のね、調整がで、はい、すごい今過密に、ありがたいことにちょっと忙しくて、そうですね、いいことは、はい、ですね、ちょっと体調崩してしまって、うん、はい、お休みしてですけど、また元気になったんで、はい、ゆうきさんと一緒にですね、はい、またFM ギノワンさん一緒に盛り上げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。おかえり。嬉しかったよ。本当にだってね、そうちょっとね、そうですよね、タイミングも、そう、入ったばっかり でいないみたいな、私どうすればいい、すいません、もうそうなんですよ、すごい心細くてこのおじさんたちなんだろうみたいな、そうそうそう、初めましての人といきなり2人きり、そうですよね、そうです、そうですよ、じゃあこれは どんなことがあったんですか、この1ヶ月間、うん、この1ヶ月間、とりあえずビバさんの次の週からいないですよね、うん、はいはい、ってことは高橋さん、うん、高橋さん、琴の葉について語り、あ、はははその次の日、小谷さんと、うん、マーケティングについて語り、はいはい、興味ありました、この大丈夫、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 めっちゃ盛り上がりました、ためになる話、さすがだ、さすがだ、はい、その後は台風でね、お休み出したもんね、確かに散々な、はい、暴風域に入ってたんですね、そうですね、はい、直撃ですよね、土曜日は、そうですよね、2週連続台風の方にも入ってね、うん、すごい濃い1ヶ月だったと思って、すいません、今日ですね、女子会という形で、うん、はい、おじさんはなしで、なしで、はい、楽しみ、楽しんでいきましょうはい、お送りします、今日のテーマを大きな声で3人で、はい、今日はですね、楽しく行っていきたいと思います。いいでしょうか。響く準備よろしいでしょうか。3人揃っていきます。今日のテーマは女子会。
一番年下のさこさんが落ち着いてるの、うん、で鼻で笑うそうこの世界年齢関係ないですから、ね、はい、行ったら一番なんかね、うん、何歳なの、うん、でも25ですね。あ、25。でもみんな変わらない年齢そうですよね。そうですねみんな同級生ですよねあ、でも変わらないですよ、みんな20代。ゆうきさんは あのそうですよね、うんうん、ですよね、うん、はい、そうですそうです、みんな平成生まれだよねそうですよね、そうですよね。ちょっと待ったでも本当はね、一番しっかりしてるからゆうきさん。いや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 、ね、ね、いやいや、うん、待って待って待って、トロンボーさん、ではおじさんは退出します違うのよ、いや女子会ね、入ってきてくださいよ。女子会だけど今日はリスナーさんだけあの男子も OK よってことで。そう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 、ここはね、うん、男性厳禁だけど、そうそう、山内社長もダメだし、あの人はもうおじさんの代表ですからね、はい、高橋さんも今日はね控えてもらって、はい、皆さんも、はい、小林さんも今日はね、なしで、はい、女子で楽しんでいきたいと思いますけど、ね、熱く語っていきましょう、うん、そうなんですよ、皆さん女子会やったことは結構やります。ありますか、私やっぱり。やっぱ頻度ってどれぐらいなんですか、やっぱ。でも結構この仲良く、うん、仲良いメンバー集まるのがもう月1とか2とかあったり、うん、そうなんだ、もう暇さえあれば飲もうぜ、うん、イエーイみたいな。なりますか、やっぱり。なりますね、やっぱみんな結構溜まってるものが、そうだよね、多いみたいでそうだよね、この溜まってるの大体あれですか、あの、まあ、家庭内の、ね、あー、やっぱそういう年頃ですからね、うんうん、あと旦那さんの、うんうん、靴下脱ぎっぱなしとか、そうそうそう、小さいことも家事手伝わないとか、 あるよね、絶対ね、大変だなって思いながら。そうそう、大体あのこの女子会の仲いいメンバーってやっぱ地元の人です。地元ですね、中学、うんうん、高校一緒の友達、ほうほうほう、が多いですね。あ、やっぱり学校が一緒だったっていう、気兼ねしない、うんうんうん、そうですよね、遅れてっても大丈夫みたいな、ドタキャンしても大丈夫みたいな。あ、それはあるねそれはあるね、大事ですよね、うん、この、うん、ね、女子会ってさ、私2パターンあると思うわけ。はい、はい、あの今言った、ゆきさんが言った女子会気兼ねない感じで、もう本当に何でも喋れる女子会と、うん、ちょっとカフェで、あ、おしゃんティーなインスタ映えするやつ感じ。あ、それ私ないわ、うん、あ、それない、ちょっとそれない、今日かわいい、ご飯食べたいみたいな。ガチの女子会ですね。そうそうそう、ガチの女子会2パターンあると思うんですよね。どっちやってるんですか。紛れもなく私は地元の方で女子会するんですけど、たまにその、まあ、お姉様たちについていく女子会もありますね。あ、うん、仕事上で。仕事上とか、すごいキャラはやっぱり、まあ、芸人寄りなんですけど、うん、すごい、何でも喋りたい感じなんですけど、はい。でも、まあ、その2種類、2つとも、勉強にはなると思うんですけどね。確かに、そうですね。サコさんは、サコはどんな。私、やらないです。なんか意外にそうやらなそうと思って、話に入ってこなかったさ、うん、やらない人いるんだ女子会。私の場合は男の人も入ってます。男友達が結構あ地元仲いいので、うん、はいはい、へえ、男友達の方が中性的な人が結構多いので、それ羨ましいよ。うん、いるんだね、そういう人。女子会のキャピキャピした感じがそのさっき言ったインスタ映えの、あ、それはわかる、やつがこうすっごい苦手で、ね、なんかごめんね、の中にその人たちをディスってるわけじゃないんですけど、あ、もう、はい、まぶしいからね、なんかキラキラしてますもんね。インスタ映えするために可愛いの食べるっていうこの意味が私もわかんない。ねえ、だって美味しいの食べたい。やばい、めっちゃウケる。そんな可愛いパフェ食べるより私焼肉とかする、うん、あ、なるほどね、しかも一人で行くのが好きなので、あ、もう最高、すごいね、かっこいい、うん、なんかすごいね、うん、写真を撮らない、撮るだけでも疲れる感じのね。写真撮るのなんかすごいなって思うんですよ、みんなご飯食べる前にすっごい何枚もパチ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 、あのねやつけ、昔からインスタができる前にご飯を撮る人、ああ嫌だよね、嫌だけど写真好きだからいや大丈夫、嫌ではない、嫌だけどでもこれ多分地元の人分かるわけ。あ、そんなに撮るんだ。写真好きな人だから、うん、この撮った写真ってどうすんの。一人の時間の時とか見るわけ。あ、また違うタイプの、うん、多分違うはずですね、写真の。高校の時からかな、みんなが笑ってる瞬間を写真撮るから、キモいよね。
あでもこういう人一人いるとありがたいって、取らない人ばっかりだとちょっと思い出に残らないので、結構なんか結婚式とかの言われるわけ、そう写真持ってないってなるんですよ、近くなったら。分かる、うん、問い合わせがすごいんですよ。あやっぱり大事、そういう人そう、いいですね、本当本当。いやありがたいと思いますよ、地元の友達は。だってリア充してますよじゃなくて、うん、私今日これ食べましたですよね恥ずかしくなって珍しいタイプの人ですね見せないわけで、あの一時期高校の時共有しなかったんですよ、送らないで一人で宝物にしてたからクレームが来て、友達からさっちゃんみたいな、送ってみたいな、なんで独り占めしないで思い出を送るの本気なのにみたいな、満足してんのにみたいな、キモいとか言ってから言われるわけ。今日大丈夫ですか、この3人女子っぽい人があんまりいないんですけど、いない、1人もいないですね。そうなんです、だからこそリスナーさんに参加してもらって聞きたいのが、うん、そういうあのかわいいね、やっぱでも男性いると思うんですよ、やっぱかわいい、ね、カフェとか行ってね、あのそういう女子会がいいのか、あるいは女子会怖いって男子もいるんですよ、男性も。ああ文句しか言わないですもんねえ、なんですってやっぱ女子会は女子会文句しか何話すんですか、女の人って何話してるかな、女の人は愚痴しか話さないですで女が集まればそうなりますよね、そう3人女3人書いたらやかましいってなるらしいからね、あやかまし会になるかもしれない今日は。あそうなの、うん、なんですよ、あれですよね、この3人でもしやるんだったら、うん、3人のことは褒める、この2人のことは相手の、でも他の人の悪口言いますよね、女の人って。なるほど、最近それがあったわけ。あ、あったの今日のテーマ、この友達も面白くて3人で、今日のテーマは、うん、あのここにいるメンバーは褒めて、あの他の人はディスっていい会にしようみたいな、あすごいやつだなと思ってテーマすごいみたいな、それとも教員なんですけど、おお、教員の人いろいろ溜まってそうですよ ね、 よね、面白いなと思って、みんな溜まってんだ。そうなんですよ、そういった女子会に今日はね焦点を当ててですね、うん、皆さんにお送りしたいと思いますが、はい、ここで一曲、はい、女子の今ね、うん、代表的な歌手、はい、アーティストさんいると思うんですけど、はい、お送りしましょう、西野カナさんで遠くても忘れたでしょありがとうございます、うん、面白いですね、やっぱり。え、女の人の褒めるの嘘臭くないですか。なんか可愛いですー。でもこういう友達はあんまりないんですよ。このなんかみたいな。県外の人が多いかもしれない。昨日もやってません。まあ、いないですか友達。でもそういう人たちってもそういう人たちで固まって。あ、分かれる。多分二人の周りの人はいい人だはず。あ、なんだろう。そもそも同じ感じで集まってそう。あ、ですね。なんか、うん、男みたいな、中身男みたいな。様々だけどやっぱりそのジェラシー感じてんだろうなっていう発言をする子はいる。それサバサバじゃないですか。どういうことですか。やっぱりちょっと輝いてる人をちょっと羨ましそうに言う人はいるね。ああ、逆にそういう人をなんかねちょっとディスするじゃないですか、もう本当は羨ましいっていう、そうそう、羨ましいはずっていうのはあります。ああ、それ女子あるあるあると思う。女子はね、一時期小学校の時人に愚痴とか言えなかった時期があって、あ、全部広まるから信じられなくて、あ、そう、だってちっちゃい頃ってもうすぐみんな言わない、これでもう学んで小学校の時から文句言わなかったけど、言わないとやっていけないね今言われてもいいように言えばいいんですか。うん、フォロー入れればいいですよね、最後に。あ、分かる。でもフォローは伝わらないんですよね。分かる、そこだけ分かってるから、ね、それでも今は違う種類の友達がいるから、まあ、ここの小学校とかってもみんな友達も友達を知ってるけど、それを知らない人に言えばもう伝わることは一切ないし、うん、しかもこの芸能関係したらさ、その、あの、なんだろう、まあ、その芸能の関係、この楽しさが、まあ、分からない人とか、うん、だったり、あの、なんでみたいな人もいると思う。大学時代の時に応援してるって言ってたけど、あの、やっぱその子ちょっとあの男と女のハーフなんですけど、あ、はい、どっちが先方にいる方ですか女になってる。あ、はい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 。じゃ元は全然違うこと言ってたから、さっちゃんこういうこと言われてたみたいな、まあいいよみたいな、やっぱジラッシーみたいなのがあったはずねってことですけど、気にしないで。まあでもジェラシーよね、見方変えればありがたいですよね。
そうだね。ねもうそう思って大変しかない。大学の時はそれができなかったんです。そう思うことが。もう今大人になってるからもう。学校の中にいたらね、うん、気にしちゃうんですけど、うん、社会人だったらいいよね。うん、そういう人からね、関わらないけど。うん、文句言ってたよって言われたことありますよ。あいつあんたの文句言ってたよ。今の年ないかもしれない。中学校の時はあって、あったかも。小学校やばい事件があったんすよ。やばい事件があったんすよ。今変わらないですよ、自分性格が。で、虚言癖がいたんすよ。あ、最大な。いますよね、たまにね。学校に一人います。います。かやばいやついて、友達の OL が羨ましくて、ごめん嘘をついたって言ってたんですけど、もう好きな人も全部捉えたし、もう友達も捉えたし、でもあんた多分こういう性格じゃないよね、あの子が文句言ってたよって言って、はっみたいな。で、学校が広まって、この子部活とか学級も行かなくなったんだけど、もうやばいやついてそういうのもあったの。虚言癖やっぱいるんですね。いるいる。辛かったね。辛かったですけども、その子の立場は昨日だったんですけどね。まだ覚えてるからね。卒業式に友達になろうって言われて、絶対嫌だったんですか。絶対嫌だったんですか。でもこの男を取る女の人いるじゃないですか、結構。いるよね。それはちょっと広めていこう。あ、じゃあ次、うん、そっち系。人のものを取りたい願望って結構いますよね。女子会からの女の友達友情って成り立つのかっていう焦点。本物の。でも本当に宮古島狭いから。あ、そっか、宮古島。元彼が被ったり、元彼の親友とめっちゃ元彼被るとか。結果だね。あるけど、やっぱこういうもう付き合う男ってみんな決まってくるって。ちょっと待って、じゃあもう流しましょう。多分この CM 行っていいですか、はい、しっかり。あれの方が盛り上がってる。もったいない、全部で放送したよ。私だからなんか違う方に行ってます、このモテない方。あ、なんていうんですかね、私なんか端っこにいる人が好きなんだよ。全然僕すっごい気持ち悪い人は目立つもんね。気持ち悪い人が好きなの。気持ち悪いってみんなが言ってる感じの人が好きです。幸せ、幸せもんだと思います。そうしようと思ってもできないじゃん。あ、めっちゃ羨ましい。なんかダイヤの原石的な人を、私見つけましたけどみたいな。お前のその人を探してましたみたいな。すごいやりちんだけど大丈夫みたいな。幸せになるパターンだ。なれなかったんですけどね。いやこれからっすね。いやそこ、そうなりたいんすよ。本当に面食いなんですよ。面食い。いや、マジでゴーレンジャーで言えば赤がいいんですよ。始まりました。悪者とか好き。今日始まりましたよ。さあ、今週のテーマは女子会ですね。なんと曲の間が一番盛り上がるという。まさかの、はい、放送を聞いてる皆さん、ぜひですね、入ってですね、コメントもいただいてますのでよろしくお願いします。はい、BGM 安室奈美恵さんでお送りしてます。今日のテーマは女子会でございます。イエイ。なんですけど ね、今さっき言ったね、この会話の中で何をしたか。あれでもあれ、人のもの欲しがる女。もうこの感じたら女子会だよね。いや、これ本当に怖いからさ。取られた、取られた。何回も取られましたね。あ、取るものはないと思ってたんですけど、意外に持ってた。干からびたもの。何回も取られたんですか。何回も取られた。え、それ何取られたんですか。好きな人4回ぐらい取られた。お、結構取られたね。うん、それはもう付き合ってて取られたの、それとも付き合う前にもう取られちゃった。好きな人、そう、いい感じと思ったけど、この好きな好きって言ったら、この人興味なかったんだ、この友達は私の好きな人に興味なかったけど、うん、恋に憧れて多分付き合ったりしてた。私の好きな人と付き合ったりしてた。興味なかったのに。全然喋ってなかった子なんだけど。それはもうさっちゃんが幸せそうなのを見て、そう、楽しそうに行ってしまって、はいはい、だって仲のいい友達だと思ってたのに、うん、それ相談とかしてたんだ。相談とか全部して、で全部なんか何あげた方がいいとか、どういうことがあったみたいな、どうでもないから言っての友達に言ってるわけであって、うん、したらね、こいつと付き合ってたみたいな。あ、それ言われてなかったの。ん？言われてなかったの、付き合ったよってことは。言われてなかった。こっそり
ていうのもあったんで、え、ないんですか。多分ね、小さな離島とかだったらかぶりって言ってたじゃないですか。で、そうそう、かぶってました。みんなこの取られた取ってないで、すごいやり取りしてたんですけどすごい、私は本当にあんまりなくて、あ、そうそう、変な趣味なのでね。だってさっき言ってたのも、あの、うん、さこさんのいいところが、その超かっこいい人に行かないんだよね。なんかあのダイヤの原石見つけましたみたいな、ダンサーだけど、すごいイケメンのダンサーがいるんだけど、その横で踊ってる冴えない人みたいな人が好きでした。いやマジ羨ましいんだけど。だから磨けばダイヤになるってことでしょ。でもそういう磨く人ってかっこいいって言われたことないから、すごいアタックしたら、うん、俺は持っててるって勘違いして、うん、違う方向に行く人が多いんですよ。あ、そうなの？行っちゃったんだ。分析結果みたいな。え、羨ましいだけ本当に。私はもうスマップで言ったキムタクみたいな。あー、もうゴーレンジャーで言ったら赤みたいな。あー、嵐で言ったら松潤みたいな。あー、なるほどね。全部違うわ私。ゆきさんなんですか。え、でも私も、で、私の中ではめっちゃかっこいいと思ってるけど、うん、めっちゃブサイクって結構言われます。 B 線だよね。あ、じゃあ最高やし。そう、自分ではめっちゃかっこいいよ。あ、わかるわかる、ね、あ、多分やっぱ一緒かもしれない、うん、一緒ですね。かわいいのにさ、 B 線って最高に幸せもらうと思うよ。 B 線なのかな。 B 線なんでしょ多分。自分では面食いってめっちゃ思ってる。いい、したらその競合ってさ、ライバルがいないわけで。あ、でも強烈なライバルいたりしません？例えば、うん、てかみんなは、え、こんなやつ好きなのって言ってるのに、一人だけは自分と同じぐらいの勢いでその人のことかっこいいって言ってるとか、そういうのがいる。いるんだ、うん、私はほら王道が好きだから何人もいるわけ。あ、そう、一人二人だよね。一人二人だけど、もうめっちゃ強いんですよ、こっちの熱も。だから激しい取り合いみたいな。あ、そんな感じ。あ、笑ってるけど、本当に私高野菜でステージ立ってる人好きになるから。ああ、もうめっちゃバリバリ目立ってますみたいな。学校中のアイドルミスターになるような人。幸せもな、本当にそれがいい。でもそれで幸せになってるかどうかって言ったらね、さこさん、ね、なってないですよ。何、ね、なんだろう ね、幸せってまず何ですかね、うん、そこはもう永遠の課題ですよね。え、ナルシストとかって嫌でしょ。もうナルシストとか終わるでしょ。うん、無理無理。昔はナルシストみたいな、俺自信持ってるみたいなやつになんかかっこいいと思ってた自分がいた。足速い人みたいな。あー、でも足速い人、足速い人関係ない。でもスポーツできる人はモテますもんね。モテますよね。うん、まあできるに越したことはないけどね。うん、でもいつ使うの社会人になって。足速いの、うん、車あるさって今冷静に考えれるわけさ。うん、本当に。いける。あ、じゃあ、 あれですか、会社で言えば上司が好きになる人ですか。ちょっとば、あ、上司はね、上司もそうなんですけど、あれじゃない、営業成績ナンバーワン。そうそうそう、でしょ。ほら、やだ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 。ゆきさんは、ゆきさんは、ちょっと営業成績伸び悩んでる人を、面白い、ね、よしよしってしたくなる。わかります、このダメ男を作るサイクルの女2人。そうでしょ。本当に。なんかね、包み込んであげたくなりますよね。そう、私とゆうきさんは多分ダメ男製造機なんですけど、さっちゃんは多分あの浮気される女です。あー、そうだね。大丈夫、この女子会成功者がいないけど大丈夫ですかね。いや、リスナーさんさ、コメントないけど見てる人はどんどん増えていってるわけさ。どう思ってるか気になるよ ね、うん、みんな男性の方ですかね、うん、恋愛相談詐欺。そうですね、さっきの友達のことね。あー、なるほどね。絶対多いよね、やっぱりね。うん、そうなんですよ。で、ちょっと気になるんですけど、やっぱ女の人同士の友情ってあるんすか。いやいや、思って、なんか、うん、今あの10代の時ってやっぱ友達で愛人みたいな感じさ、うん、だけど今、まあ、結婚されてもいるし、これから自分たち結婚するかもしれないし、うん、大丈夫ですか。なんだけど、あの、なんかこの優先順位が変わってくるさね。あ、だいぶ変わりますよね。ちょっと友達一番って感じだったから、10代の時。あ、でもすっごい寂しい。自分、あの、周りがもう結婚して子供できていくと、うん、やっぱ一番仲良かった友達も旦那さんが一番になり、子供が一番になり、私は3番、うん、4番、5番。そうなるよね。めっちゃ寂しい。やっぱ変わってきますよね。うん、焦ってんですよ、そこで。いや、やばいよ、うん、
やっぱそう、優先順位みんな変わってきてるよね、うん、当たり前だけど、うん、変わりますね、うん、さっこさんのはやっぱ変わった、変わったんですけど、その友達がすぐ同じ状況になったので、親友が、ああそしたらいいぐらいに進みますね。私さっこさんも学生時代そんな友達って感じじゃなかった？男でした男と遊びに私は夢中でした。え、さつきさん今中いるくさん、こういう男に夢中な人ありえないと思ってた学生の頃。これで何、男に夢中ってそういう恋愛で夢中ってこと？恋愛至上主義な人、ありえない、そこじゃないんじゃない、そこなの？そこでもありましたね、若い時は。でもなんかうまい具合にも遊び放棄てましたもん、とりあえず全部まとめて。ああなるほどね。でも友達は別にどうでもよかったです。あ、うちらが多分学校同じだったら、あ、違う星の人だと思ってただけど今思ったらそれがすごい賢いなと思う、うん、だからこんな落ち着くんでしょあの時にいっぱい遊んでるからだから遊んだ人って落ち着くって言いません、うん、女も男も結局さ残るのってやっぱパートナーさ。そうですね、そう、うん、だからそのいい人を捕まえるために、この学生の頃の男遊びしてる人とか、うんうん、いや、いい経験 してるんだなっていう今すごい思いますね。だからやっぱりあんまり恋愛経験とかしなかった人って、うんうん、やっぱ変な男に捕まってません、うんうん、はい、まさしくそうです、はい、そうです、はい、変な男って言ってもあれだけどねいや、今日聴取者多いよ、やっぱり毎回女子会でいいんじゃん大塚健二さんのコメント面白くないですか、これ。俺 B 線、俺赤大塚健二さん赤じゃないと思うしかも今回の放送録音して彼氏ができたら聞かせたいなってすごくないですか。こんな聞かせられないですよね、やばいやばいね。では多分この付き合う前にこれ聞いたらちょっとやばいと思うのに、あこんなやつらと大塚健二さん黄色ぐらいじゃない、まだわからないけど、そんな目立つよ。赤順番的に赤、黄色、青かな。赤、青、黄色じゃん、わからんけど、赤、青、黄色とりあえず赤、青、黄色は前に並んでますよね。そうそう、であとは緑とで、女が一人いません？いますね、うん、ヒロインね。そう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 まぶやに関してはもうピンクだか何色だかわからんけどね。あ、そうですね、うん、なんか色とかないよね分かんない話が変わってます話が覚えないのなるほどねでもさ、女子会って基本脱線するよね。しますね。気づいたら違うとこ行ってなんでみたいな、うん、なってたり。じゃあみんな話せればいいんですよね、結局。そう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 、すっきりして。そう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 、あと女子会あるある、こんなに長らく話してんのに、うん、後から何喋ったか覚えてないって。覚えてない。ある。何なんですかね、何なんだろうあれ。やっぱ吐き出したいだけですかね。だってあれじゃないですか、女って、うん、なんかほら、もし相談とかして男とかに、うん、なんかただ聞いてほしいだけじゃないですか、うんうん、でもそれに分かるね、思わない、うん、なんか男は一生懸命答えてくれるじゃないですか。これはこうしてこうやってこうやった方が解決するんだよ。そこじゃねえみたいな、うん、うんうんって聞いてればいいんですよね、うん、そうそうそう、うん、聞いててほしい。めっちゃ分かる。それはそう、そういうのとかがね、ちょっと男と女の違いだったりしますよ。そうだね、答えなんて分かってんだよと思うね。そうそう、最初からここの中では決まっててだけどただ聞いてほしい、うん、ですよね。だから、うん、多分うちらは話をよく聞いてくれる人が上がってると思う。うん、サッコさんはどうか分からないけど、サッコさん落ち着いてるから私めっちゃ言いますもん。相手は、あ、言うすっごい言って発散してはぁってなってます今のね、映像には映らないこのサクさんの、ね、顔、うん、よかったね。でも私落ち着いてないです、全然。仕事中だからかな。そうですね、仕事中だからかもしれない。これ仕事なんだよね、最高じゃん、うんうん、そういえばちょっとまた少し話変わるけど、この放送が始まる前に、ねはい、このラジオのね、パーソナリティもいいんですけど、ミキサーとかね、うん、この仕事素敵だねっていうのを、うん、そうそうそう、夢中に根元してたもんね二人とも入るんですよね、うちに二人とも入れるんですか。大丈夫ですか。はい、もう美女が入ったら山内が喜ぶでしょうすごく喜ぶと思います。ウケるんだけど。大塚健二さん、そうそう、女子会話題豊富なのが羨ましい、うん、奥さんの電話の中話も似てるって。学生の頃3時間話してたもん、同じクラスの女の子と電話で、うん、自分8時間ぐらい喋ってた。やばくない、これ8時間、うん、でもおしゃべり大好きで8時間って いつ時間があれば喋ってたい、うん、わかりますね。ビルコム、ビル、いや、あっちがかけてたとか、あ、わかんない、なんかいろいろ今ね、あ、でもあの時代って
なんだろう、かけ放題とかあったのかな。ないと思う。ゆうきさんの時はかけ放題なかったの。待って待って、どういうこと。いや同じ時代でしょ。あ、俺時代か、うん、そうそうそう。ウィルコムとか、まあ、お家の電話で3時間したら親に怒られてたけど、やっぱね、あ、でもない、会って話すタイプ。ああ、うん、でも会いたいけど、でも会えない時間。でもメールとか LINE よりは、あ、電話がよくない。 LINE 話すか。ああ、LINE 嫌いです。めんどくさいですよね。手紙も嫌いです。だから LINE も手紙も。また手紙はいいんじゃない。あ、手紙ってよくない。もうもらうのは嬉しいんですけど。あ、書くのが、返すのが。でも今手紙書くあれってある場面。あ、なんか誕生日とかメッセージカードとかもらうじゃないですか、うんうん、もらうのは嬉しいんですけど、あの昔からこの私で、うんうん、あれが止まるんですよ、手紙の。ペンパルとかあった。ペンパル、文通とか。あ、あったね。強要してくる女いるじゃないですか。友達になりましょうみたいな。あれを私は全部全部捨ててました。かっこいいね。その場で捨てちゃうんですよ。で言いに行きます。あ、一応友達がもらって、うん、あ、パッて読んで、うん、長いのはちょっと読めないのでめんどくさいから、うん、もう捨てて、あの特殊じゃん。会いに行きます。会、うん、って、うん、同じ学校なのに、うん、今日遊ぼうとか言うのあるじゃないですか、うん、彼氏からも、うん、もう行ってました、教室に。なんでこんな、どっちが男ね。なんでこんな手間をかけるのか、わけが分からなくて。そこになんか愛とかいろいろ詰まってんじゃない。多分今はなんかこれ愛の感じはありますけど、うん、ない時代はもう、 あの時、でも誰にでも結構手紙流行ってましたよね、授業中に。かなり流行ってた。書いて回して、ペンパルっていうこの文化があった。自分たち特別出演っていう文化もあった。あ、飛び入り。特出って言ってから略してBD? ベストフレンド。何ですか BD って。 BD って何、分かんない。特出って言って、あのその隣の友達とかにもこのサッカーに手紙書くから書いて、一言書いてて回すわけ。ああ、そういうのめんどくさいって見てるけど、うん、みんな死ぬやつだから。うん、確かに大したこと書かれてないよね。うん、書かれてない。今日修学旅行でこういうことがあってって言ってたら、へえ。もういたし、先輩はこの自分たちの代で何が流行ってるかを探るために、この後輩と文通、あ、やってた。先輩と歴史みたいだけど調べるために。でも先輩は可愛がってくれるから楽しかった。なんか物くれたり、いい文通じゃない。そう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 、物くれたりってすごいな、うん、クリスマスとか、うん、クリスマスプレゼント。え、女の人。女の人。え、超優しいさ。そうそう、もう卒業式になったらすごい人形くれたりとか。あ、でも制服のリボンもらったりとか。ああ、いらない。いらないと思った。いやいや、でも可愛かったんです。いや、多分ね、喜んでたタイプよ。じゃあ、の、うん、このリボンってやっぱ出ません、うん、このなんていうんですか、この愛着、可愛い、いや、なんていうんですかね、この先輩がどれだけ目立ってたかとか。あ、でもあるかもね。そう、うん、聞きたいっすよ。で、結構もうオリジナルで可愛くしてたんですよ、この先輩は、はいはい、リボンを。だからこれつけてたらもう人と違う自分、なんていう、あの改造制服的な。そう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 、そういうのもらえてたから、うん、結構人と違うのが好きだから、うんうん、人と違くなれてた。でも自分では作れないから。ああ、いいとこ取りね。いいとこ。そう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 。でもさっ、嬉しかった。さっこはそういうのはもう本当にもらっても。いらない。あ、いらないって言うし、あの、いらないって言うんだ。あの先輩の、あの手紙がすごいうざくて。嘘でしょ。でもなんか先輩とかにモテそう。だからモテるんじゃない。いやだ、うん、男の人。あ、女の人から、うん、すごいな。なんかあの、わかります、来るんですけど絶対返さなかったです。あと教室の手紙も私で止まってました。なんかそうなんだ、すごいね、マイペースなんです私、多分あの、うん、自分のあの仕事だとお金もらえれば何でもするんですけど、うん、お金をもらわないこの無駄な駆け引きがすごい嫌いな女です。めっちゃさっぱりしてる。嫌ですね、これすごい嫌な性格って。いや、うん、私多分どっちかというとマメな方だはず。その送って捨てられる方だはず。あ、なんかめっちゃ送るよ。なんかこっちの二人なんか正反対じゃない、結構。正反対ですね、うん、そんな感じする。いや、だから燃えるかも、こういう人いたら。うん、なんかね、めっちゃもうハマってボロボロになって捨てられそう。うん、さっぱりかっこよく思わず、こういうか先輩がいたら、うん、あの、あ、かっこいい、サコ先輩かっこいいって言ってから、なんであんなかわいそうな目で見るんですか。だから違う、私違う、なんか全然違う、私全然違います。あ、でも確かにうち超憧れた先輩が2個目にいて、タイプが似てるかもしれん。
かっこいいと思って、あのアタックしてた、かっこいいっつってアタックしたけど、やっぱり振られた。いや、あのそう、でも最終的にドライブは行ったんですけど、あの、あ、女ですよね。はい、女サバサバしてる、なんか高校の時とか女の先輩とか憧れる時期なかった。そうそうそう、アンズ先輩って言ったんだけど、アンズ先輩死に怖いんだけど、でも超なんか確かにサッサッコみたいな感じ。あ今は逆にご飯食べようって言われてますね。逆にアンズ先輩に、そうそうそ う, そう、嬉しい、ね、アンズ先輩ありがとう、ありがとう。なんちゅう会なんですいやでもね、違ったタイプがいるからね。いや、大塚健二さん褒められてるようでディスられてるから確かに。いや、でもこのハリマルさんみたいにさっぱり系は苦手かもっていう男の人が多くて、あ、そうなのかな。だから私、あの西野からそんなに好きじゃないでしょ。全然好きじゃないです。女の子さ、西野からって。いや、私もいいじゃないっていうか、待って、ハンサスキさっぱり系と思ったんだけど、さっぱり系じゃないんだ。ハリマルさんも西野カナあまりって、もういいよ。西野カナ、女女ってことですよね。そうなんだ。さっ、さっ、さっぱり系いいさ。じゃあさっぱり系の憧れてる、あのドロドロ系だったんだね。そうなんだ。本当のさっぱり話聞いたらすごいね。あ、私はサキさんファンですやっぱり。ありがとうございます。うん、ケンジさん、サキさんにアタックしたら全部ね、拒否られるか拒否でね。燃えるんじゃない？やっぱうざいと思うんだね。いや、思わないですね。ハリマルさん、甘いすぎずさっぱりしてない系の人が面白いかもしれない。中間って、超難しい。いますかね、そんな人。なんで、甘いすぎずさっぱり系。難しいね。でも甘えすぎずって少し甘えろってことですよ。 あれじゃない、みんなのだからラーメンいないところで甘えるとかよくない？あ、みんなの家いないところ、あ、ツンデレみたいな。そうそうそう、みんながいるところでは。ツンデレでしょ、絶対2人絶対ツンデレだよね、絶対ツンデレです。あ、全面にでも出しますけどね、彼氏とかいたら。人の前で、あ、ここにいたら、いたら普通に言います。昨日もあのね、なんか仕事とかでいても、ね、知らないよ。昨日も、ね、昨日見てんしね。あの仕事とかでも来たら普通にみんなにあの目の前でイチャイチャします。はぁ、すごいね、外人さ。そしたらすごいみんなにあのディスられます。でもそれでも愛情表現も気にしないです。別に朝もなんだろう、本当にさっぱりしてるね、うん、さっぱりしてる。ゆうきさんは甘えん坊そうですよね。あの、なんで吹き出したの？本当にうちの年下に見えないわけ。本当ですか、甘えん坊な感じが。いやいや、どうなんだろう。でも自分本当に好きな人には甘えられないタイプ、うん、甘えられないタイプ、うん、どうでもいい人にはできる。何それ。プロですね、プロですね、うん、なんかこれ買ってとか、うん、本当に何とも思ってない人にできるけど、うん、本当におかしくない、うん、思ってる人にはできない。ちょっと待って、なんで、逆になんでできるのって思うぐらい。でもそこは対照的ですね。うん、気持ちが通じ合ったらできるかもしれないけど、ちょっと恥ずかしいとかある？なんかなんだろうね、うん、強がってんのかな。でもそれをだから可愛いと思ってがいるんですよ。しかもなんかこの、まあ、ちょっと気になる人とのがいる場所にに会いに行くとするじゃないですか、うんうん、その時も別になんかこの人に会うぐらいで化粧しなくていいやって思っちゃうんですよ、好きなのに。普通好きな人だったら化粧していかなきゃって思うじゃないですか、うんうん、化粧しすぎるよぐらい言われたこともあるぐらい、それが全然逆で、すっぴんでいいやぐらいの勢いで。なんで、珍しいタイプですね。そうだから、なんだろうと思って、さらけ出したい自分を見せたいとか、なんなんだろう、自分でも。そうですね、また面白いパターンですよね、ね、うん、いろんな形なんですけど、 ありがとうございます、コメント。ハリマルさん、けどイチャイチャされるのも困るし、すごいイチャイチャするが難しい。男の人ってこういうこともあるんだね。へえ、なんかほどほどの距離を求めたいと。ありがとうございます。難しいですね。スパ、うん、スプリームさん、昨晩山手線の車内で抱き合いベロチューしていたよ。アラフォーカップルがいたけど、かなり気持ち悪かったから写真を撮ったったって。これすごいな、これ度胸すごいな、これ。しかもベロチューだぜ、やばいね、うん、山手線ちょっとひどくない？トロンボーさん、さっちゃん甘えてドロドロになって捨てられた。スライムかい。
小学生が作ってドロドロになるスライムかよ。でも甘えん坊そうですね、さっちゃんも。ツンデレっていう単語があれば私はデレデレの方だと思います。うん、羨ましい。いや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 、ダメですよ本当に、ギャップがないと、ね、でもデレデレが好きな人もいるんじゃないですか、うん、いやどう、もうツンデレになりたいもん本当に。もうこのラジオとしてちょっとツンデレになるように頑張ります。うふ大塚健さん、さきさんはジャンルにとらわれずですね。そうですかね、うん、で結局、うん、理想の恋愛はどういう感じにしたいんですか、お二人。ああ、でもこんな自分でも甘えられる人がいたらいいなって思う。やっぱ甘えられないから、そう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 、うん、でもすごい気持ち分かりました。最初は、ま、ずっと前は甘えるのがすごい恥ずかしかった。今はもう、今はもう多分ドロドロに甘えるんだろうな。何言ってんだろう、ドロドロになりたい。でも昨今は甘える時もあるってことですね。はい、甘えられるの苦手で、あ、男の人の甘えるのちょっと気持ち悪い。もういや、ま、昔そういう人がいて、意外だけど甘えられる、よしよしとかしてそう。あの甘え、なんていうんですか、このゆうきさんみたいに、うん、このにゃんにゃんみたいな、あ、違います、あのほらさっき言ってたの、営業成績悪い人よしよししたくなる、なんか何も言わないけど頑張ってる人を囲ってあげたくなるんですけど、母性本能やば、うん、だけどあの甘えてくる人はなんかあのうさんくさいです。甘え、どんな感じ、慣れてるかっこいい、なんかこのなんていうんですか、ちょっとわかります、これ説明しにくいんですよね、そういう人いるんですよね、なんか苦手です。あー、なるほどね。どういう恋愛をしたいんですか。そうですね、ちょっといっぱいいろいろありすぎてですね、ちょっと一回曲流すの忘れちゃいそうなんで、もうこんな時間、はい、行きましょう。ちょっとね、11月4日なんですけど、少し寒く、肌寒くなっている、寒い、はい、この肌寒いのがすっごい好きで、2人意気投合した曲がありまして、はい、寒い時、寒さがちょっと出た時はケミストリーでこの曲を聴こうと思いますね。ピースオブドリームありますよね、はい、お送りします、どうぞ。わー、今日は生演奏はないかな、次回にどうします、今日はないかな、あ、次は準備してからなんかリクエストがあれば練習してくるよね。え、超懐かしい、冬って感じ、天気悪いですね。昨日まで、ね、超暑かったですよね。あ、そうなんですか。しかも今、首里町で首里町祭やってて、それでバイトで入ってて、え、どうしたの、見たくて、自分、泡盛の親友やってて、長いですか、首里町祭。あ、昨日、今日、明日、あ、この3連休でやる感じですか、うん、いいな、文化、その前からやってて、そういう感じ、なんか顔見知りになっておけば名刺とかしかも意外に結構共通の知り合いとかいっぱい、うん、結構やっぱ配ったら帰ってくださいね、うん、営業力って大事じゃないですか、他の仕事もじゃないですか、あ、営業あるって言ってます、ね、あ、でも営業って言ってもスポンサーだったの、この番組があれだったら、うん、番組関係の売り込むかって FM 機能は、あ、違います、この職場のこういう特番があるんです、この祭りとかなんかするんで、うん、あ、レギュラーの番組とかでは、あ、もう一応あるんですけど、知り合い捨てだったりする、夜もないからいいんじゃないですか、あるんです、毎月400万ぐらい、あ、400万、毎月400万ぐらいなって、だから1年で4000万ぐらい、今日はいろんな人もいる、だから営業っていろんな営業あった、自分を売り込むならね、最高になるんですよ。
上がったらもうきついよ。ツイキャス受け目本当にじゃない、この流れで天気になりアールイベント端が話しなくて放送の話で恐るべ、あ、本当だ、やばいなあ、てかさ、大塚健二さんが言わないとうちら3人気づかない、気づかない、これ普通だもんね。女子会本当に3人でじゃやってみませんか。うん、あ、いいんじゃん、ゲス女子会。うん、あで番組モデルじゃないやれると思う、本当にスポンサー探そうハリマルさんと大塚健二さんのスポンサーでよろしくお願いしますなんか後半はあんま時間ないっす ね時間ないねあと何分、10分ぐらい、でも45分ですよ。何分でしたよ、52分でしたよ。一回 CM 入ります。あ、じゃあ消してそう、56分なんで、一回 CM 入ります。で、あの、なんだっけ、エンディングがちょっと一瞬告知していいですか。ショッカー、やることあったエンディングが2分くらい、それ先にやって、全然昨日の話もしてないね、やばいね。いや、エンディング2分あるんで54分には終わってほしいです。はい、10分もないみたいな先に告知する、どうぞ。そしたら安心安心安心お、もつまた出るんですね。あ、そうなんです、決まりまして。土曜日です、火曜日か、火曜日、土曜日とかって言ったんですけど、ね、ちょっと仕事で8時とかなくなるんで、なんか、そうなんですね、全然いつもくれる。あ、始まります、はい、すごいすごいね。さあ始まりました、今週のテーマは女子会。まずですね、はい、話も盛り上がっちゃうので告知からいきますどうぞですね、私11月28日火曜日に、ライブハウスモッツさんで行われるモッツプレゼンツに出演します。イエーイ、嬉しい。こちらですね、はい、会場19時開演19時30分、うん、でライブチャージが2000円で用ベッドワンドリンクとなってるんですが、はい、実はちょっと招待券があるんですよ、このライブ、なので、うん、私に行っていただければ招待券お渡しするので、はい、500、あのドリンク代の500円だけで入場できますので、じゃあ2000円のこの入場料が無料になるってことですね、はい、わあ、すごい、ぜひ遊びに来てください。あ、もう一度日時をじゃあお願いします。11月28日火曜日、うん、はい、会場19時、開演19時30分、はい、場所が北谷町のライブハウスモッツさん、はい、で一応あの対バン形式になっていて、うんうん、出演者が私以外にあと6組いるので、はい、いろんなアーティストも見れるんで、おうおう、面白いライブになるんじゃないかな。ゆうきさんの出番は何時頃ですか。それがですね、当日決まるんですよ。オッケーですよ、ね、もう早めに行った方がいいってことですね。そうですね、もしあれならお知らせしますので、うん、はい、何時っていうのは、うんうん、もし気になる方がいれば、はい、コメントください、こちらに。ありがとうございますコメントいただいたらまたチケットの方、はい、無料招待券の方、はい、はい、やり取りさせていただきますということです。はい、ありがとうございます。はいはい、また告知でございます。はい、私さちゃんがですね、12月31日に名護市のホテル湯河布院っていう、はい、日ハム選手がキャンプ地でいつも泊まるホテルなんですけど、ここでアイムコさん司会で、でサンシステージでカウントダウンライブを民謡で県外の方も招待しながら県内の方と一緒に年を越すという形で決定しましたので、またよろしくお願いします。はい、昨日もですね、実は11月3日で名護の方で徳之島のお客様相手にちょっと三振引かせてもらったんですけど、これがね、オチがね、面白いんですよ。オチ私たち30分ぐらい朝ドラエンドとか島中の宝とか引かせてもらったんですけど、それ以上に徳之島の方の余興のパワーがすごかった。どんなのやってたんですか。アキラ 100% とか芸人さんわかります。おじさんがね、徳之島のおピーをさ、このお皿で隠して見えるか見えないかって形で見えてました。見えてました。見えてたんだ。やっぱり見えるんだ。独身女性からしておじさんのピー危なかったですね。危ないね。見えてました。
危ないですね。見たくないですね。っていう感じで、またどしどしイベントはあの皆様でお会いできる機会もあるので、はい、またよろしくお願いします。はい、さあ、はい、残りあと、あと三分ぐらい、三分半ぐらい。三分で何話す？早いですね。三分で何があの、まあ、女子会ってやっぱそうだよね。あの、あっという間に過ぎちゃうよね。ですけど、まあ、あのこのね、あの1時間で多分まだ消化できないので、はい、酒飲みながらね喋りたい、ね、本当はやりたいことあるあなるほど、ラジオってお酒飲みながらでやる人いるんですか？いますいます。マジで、うん、へえ、これやばいやつ多分出るんじゃん。じゃあお酒のやっぱスポンサーつけて、あーあー言うことがすごいね。しかも今結城さんちょうど、あお、ちょっと明日、今何やってるんでしたっけ？泡盛のシーンのバイト、うん、あなるほどね。今月泡盛月間です皆さん。11月はい、で今首里城で、うん、首里城祭が行われていて、でそこで、はい、泡盛の試飲、各県内の46酒造所の代表のお酒たちが並んでいて、で飲み放題っていうか、どれでも試飲できるので、ぜひこの機会に。で珍しいお酒ばっかり揃えてて、はい、なかなかこのスーパーや居酒屋には並んでないんですよ。確かや。だからもうあそこでしか飲めないお酒もあって、でそのまま試飲したものを販売する、うん、あ販売購入購入購入することもできる。酒飲むことしか考えてない、うん、もういつ毎日あの匂いで酔っ払ってるからどんなよ、そうですね。2人ともすごい飲めますか？私めっちゃ飲みます。飲まれそうですよね。もう私しょっぱなから泡盛なんで。うわあすごい。最初はさ、そのセンスでさ、そんなおとなしい方と思ってたんですけど、集合だったんですね。はい、大好き。まあ、でもいろいろまた続きもお用意として、うん、はい、また楽しみであります。はい、時間を決められたら喋れなくなる3人。そうそうそう、逆に気になっちゃって。うん、じゃあこの先週、先々週か、もう私告知の途中にフェードアウトしてったんですよね、間に合わなくてね。そのトラウマもある。楽しいから。そうそう。うん、大丈夫です、怖くないから、女たちは。どうにかなりますよね。本当にでも今日、本音って感じですね。あ、本音だね。本音女子会トーク。楽しく、うん、正直楽しかった。うん、いいね、またやりたいね。発散できましたね。発散できます。うん、大事大事。電波に乗っちゃったけど。それちょっと心配だね。さあ、お送りしました、本音ラジオ。今日のテーマは女子会ということでですね、すいません、ちょっと締めましょうね。はい。なんですけど、はい、また来週からもですね、真面目に教育番組としてあの放送させていただきますので。今日教育できてたから大丈夫かな。今日も全然教育番組ではない。まあ、こんな日もないと、ね、うん、そうですね。ということをね。はい。おっさん系女子会の放送でした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、本音ラジオでした。バイバーイ。楽しかったね。楽しかった。楽しかった。あ、キュール。遅い遅い使う。あ、フリート私行きたいです。あ、西八ぜひぜひ来れます？7時からですよね。7時オープンの7時半。つかんだね、さこさんのハート。つかみました。28。チケットまだ持ってないんで、取り次第あ、はい、渡しますね。はーい、行くじゃん、行く考えて、頑張らない。じゃこれをギノワンのフェイスブックにあげればいいです。あ、ありがとうございます。このオープニング、古いやつですね。嘘、うん、次からちょっとあと1個の少し長いやつがあったかもしれない。これかな、天眼さんのやつだから、これ次行けんで。大丈夫ですか、次で。エンディング4分ぐらいですね。あと1個。1回ちゃんとしてみよう。スポンサーが、ね、ついてるから。あさす、楽しかったな。楽しかった。そうそう、天狗さんの声が上がるんです。すいません、ね、天狗さんってやばくないですか。天狗さんってやばくない。天狗さん前の人、前いた人なんです。天狗さんって言うんですか。天狗さんなんですけど、天狗さんって言われて、あー
気をつけて、運がないだけで全然違いますから。